山本薩夫は日本の映画監督である、鹿児島県出身、早稲田大学文学部独文化中退。老いたちが俳優の山本学部、山本慶、山本渡るで自身の作品への配役も多い。息子の山本俊、山本洋も映画監督。両親とも石川県小松市の出身。札幌農学校を中退して農商務省の管理になった父が、 愛知県庁を振り出しに各地の県庁を転々とし、鹿児島県庁勤務時に薩尾が生まれた。名前もそこから付けられた。6人兄弟の末っ子で、兄弟はそれぞれ別の土地で生まれた。薩尾が2歳になる前に、父が愛媛県庁に転勤し、一家は愛媛県松山市に引っ越す。この時期に、長兄の友人で、後に、 共産党弾圧で告示した、重松鶴之助や廃人、中村草田らのちぐを得る。重松の勧めで通った油井の塾の先生が、痛み満作だった。以後中学1年まで松山で育つ。1923年に、旧正松山中学校に入学するが、父が定年となり、兄が東京大学に入学したことを機に、一家は上京し、札尾も、 明治中学に編入した。1929年、1年間浪人した後、第一早稲田高等学院へ入学。浪人時代より、進撃に興味を持ち始め、学生時代は、左翼運動に傾倒していった。1932年、早稲田大学に進学するが、軍事教練反対のための学生集会を開いたため、特攻に検挙され、渋滞を余儀なくされた。中退後は、 進撃の世界に入りたかったが、当時は進撃への弾圧が厳しく、映画ならば、何とか食べていけると考え、茂松鶴之助から伊藤大輔を紹介してもらう。伊藤大輔からの勧めもあり、1933年に、大手映画会社である松竹蒲田撮影所に入社し、成瀬幹雄監督の助監督を務める。後に、成瀬が PCL に移籍することになり、 山本も、ナルセから誘いもあって、行動を共にした。新興映画会社だった PCL では、役者の数が非常に少ない状態で、チーフ助監督だった山本は、弾圧に苦しんでいた、宇野重吉や滝沢治といった、進撃俳優たちを撮影所に連れてきては、映画に出演させる機会をできるだけ多く作っていった。1937年、吉野信子原作の、 お嬢さんで監督に昇進し、続いて監督した母の曲が記録的なヒットとなる。私生活では学生時代より交際していた小林義恵と結婚し、二難日常を設ける。戦時中は翼の開花、熱風といった繊維紅葉映画も監督していたが、熱風が完成した直後に召集令状が届き、桜連隊に所属し、北市を転戦した。 この時期、山本が映画監督であることに因縁をつけられ、後の真空地帯で描かれたような上官たちからの必要ないじめを受ける。その後は報道班に転属し、当地にて終戦を迎える。1946年6月に復員し、9月には東方に復帰する。当時、東方は東方葬儀第二次葬儀の最中であり、山本は 組合側の代表格として会社側と敵対するようになる。1947年には戦後第一作目となる戦争と平和を監督し、映画は大変な評判を呼び、キネマ旬報ベスト10の第2位に選ばれる。一方、同じ年に山本は日本共産党に入党する。1948年、会社側が1 0 0名以上の解雇を通告したことがきっかけとなり、 会社側と組合側の間に第三次葬儀が勃発する。撮影所に籠上した組合側を排除するために、ついにはアメリカ軍も軍事介入する事態になり、一応は山本を含めた組合指導部16名の退職で騒動は決着となった。その後は同じく解雇された亀井文夫や伊藤武夫と共に、かき氷屋を始めるが商売に失敗する。その頃、 葬儀の解決資金として東方より振り込まれた1500万円を元手に社会派映画、暴力の街を監督する。映画は制作費を上回る工業成績を上げ、この成功に自信を持った山本は、1950年に今井正氏亀井文を伊藤武夫と独立プロダクションである新生映画社を設立し、箱根風雲録、真空地帯、太陽のない街といった。 反骨精神旺盛、かつ骨太な社会派作品を数多く世に出した。1959年には、全国の農村夫人から10円ずつ乾杯してもらい、農村映画の傑作、荷車の歌を制作し、映画は移動映写機を用意して、全国の農村で上映して回った。人間の壁、武器なき問い、松川事件と独立プロでの制作を続けていたが、 大英の長田正一より仕事の依頼を受け、市川雷蔵主演の時代劇、忍びの者の監督する。当時としては忍者を初めてリアルに描いた作品として大ヒットを記録し、以降は大手映画会社での制作が中心となる。大英では、傷だらけのさんが、商人の椅子を、東英では、日本泥棒物語を世に放ち、1965年には医学界にメスを入れた。 山崎豊子の問題作であり、山本の代表作となった白い巨頭を発表する。1969年に長編記録映画ベトナムを制作した後は、日本の大陸への進出の歴史を描いた戦争と人間三部作を監督し、金融界の内幕を暴いた華麗なる一族をはじめとする一連の山崎豊子作品や、 構造汚職を摘発した石川達造原作の金管職自衛隊のクーデターを描く皇帝のいない8月などの社会作を連続して監督した。あー、野麦ギ峠、新緑編を撮影した後は仕事の合間を見ては次元の執筆を続けていたが、1983年5月19日に入院し、8月11日に水臓癌の試し去。 去年73だった。自伝は山本の死後に私の映画人生という題名で出版された。野上生子の迷路、森村誠一の悪魔の宝飾が次回作として予定されており、また原作の前半部分を山本が映画化した不毛地帯の続編の制作も企画されていたが、山本の旧姓とともに未完となった。社会派として、 反体制的な題材を扱いながらも、娯楽色豊かに仕上げる、手腕、平行感覚を持った監督として、工業的にも常に成功していたため、共産党を嫌った、大英の長田正一や東宝の藤本真美など、経営者級プロデューサーたちにも起用された。多くの対策を残していることから、赤いセシルビーデミルと呼ばれた。戦後の日本映画独立プロ運動の、 中心的役割を担うとともに、また、ソ連や中国をはじめ各国の映画人との交流を深め、ベトナム人民支援、地理連帯、反核活動、全国革新婚などにおける運動に献身的に参加した。藤本雅美とはく,くも同じ青年月日の上、それぞれ、鹿児島県と山口県に少年期を送り、母校もそれぞれ、和稲田と慶応義塾、東方入り後も、 監督とプロデューサー、左翼系フリー監督と経営幹部という風に対比される要素を多く持っていた。この件は二人の生前から映画界では有名で、井上勝人、田山力也共著、日本映画作家全史などでも紹介されている。ありがとうございます。